ロリスは、フランスのサントルイコールバルドロワール地域圏、ロワール県モンタルジー軍ロリスを合理の将軍庁、所在地にあたるコミューンである。この都市の住民は、ロリソワという。なお、この都市の本来の読み方はローリであるが、近年は、ロリスと発音されるのが、一般的である。ロリスの語源は、かつてのラテン語名称、ラウリアクムが点火したものとみなされている。ただし、 ロアロアが点火したとする遺説もある。この都市の本来の読み方はロリである。ただしその発音は第二次世界大戦後ロリスにとって変わられる形でほとんど姿を消してしまった。理由は明確ではないが似た音の近隣白レアルリと区別しようとしたものと考えられる。ロリスはガティネ地方の南縁に位置している。これはパリの 1> 約1 3 0トル南で、モンタルジア、シュリシュルロワールへの途上にあたる。また、オルレアンからは6 0トルのところにある。ロリスの名は、オルレアンの森の最東端ロリス山海にも、用いられている。ロリスの主要産品は、トウモロコシや小麦などの農産物、および牛、羊、花菌類などの畜産物である。ロリスは11世紀には、 初期カペーの資料上であり、規模は随分小さなものではあったが、理給もあった。その後のロリスは次の四つの史実によって知られている。ロリス憲章は1134年にルイ六世によって発布されたものである。これによってロリスは特任と免税等を得て、フランスで最初の自由都市となったのである。ロリスはバラ物語本編の著者、ギオームド・ロリスの生まれた地でもある。 ロリスの講話は、1243年1月に、ルイ9世とトゥールーズハクレーモン7世の間で結ばれたものである。これは1229年4月12日に、ルイ9世の母ブランシュド・カスティーユの配慮で締結されていたパリ条約を更新するものであった。これにより、レモン7世は、ナルボンヌとアルビを手放し、カタリ派の駆逐を許すことになった。ここにおいて、 フランス王への南仏諸公の抵抗や語り派の黙認に決定的な終止符が打たれたのである。ちなみに、この講話に合わせ、レーモン七世は娘、ジャンヌを王帝アルフォンスに嫁入りさせている。第二次世界大戦時には、ロワレ県はレジスタンスの強固な地域の一つであった。それゆえ、デポルタシオンに送られるものも多かったが、とりわけロリスにおいてはそうであった。 ドリス3階の中、オルレアンの森に位置する交差路では、1944年8月14日に落ち延びていた50人以上の高読レジスタンスが虐殺された。彼らの墓の後方には、占領者たちが犠牲者を閉じ込めて焼き払った建物が存在していた。この事件は、同じく第二次世界大戦中になされたオラドゥルシュルグラヌの虐殺を彷彿とさせるものがある。 ありがとうございます。